誤解を恐れず言うと、志があって作ったわけじゃない、はい、辞める気がないつもりではやってきたんですけどね、うん、それぐらい思い入れ込めてやってたんですけど、はい、変わんないというよりはもっと自分のやりたいことに近づいた。スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組は変月さんとイニシャルさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。千葉さん、川南さん、いつもお世話になっております。今回もですね、前回に引き続きまして、メジャーセムズ代表取締役社長であり、前ですね、大和証券専務取締役でいらっしゃいました丸尾さんにご登壇をいただいておりますので、改めて今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、前回のコンテンツにて、はい、そもそものそのマザーズの上場マーケットの歴史の簡単なご解説ですとか、足元で起きているダウンラウンド IPO みたいなところのお話もいただいてまいりましたが、その中で一つキーワードとしても IPO ゴールみたいなところであるとか、変化の大きいマーケットだなというところは僕自身も感じておりますが、今回はメジャーセブンスという会社の代表取締役っていうのは役職というか肩書きもご紹介させていただいてますが、今丸尾さんが大和証券を卒業された後にやられていらっしゃるお取り組みについてですとか、それはそもそもどういう思いを持ってやっていらっしゃったりとか、これからよりなんかこういう変化の大きいマーケットでこういうふうに取り組み増やしていきたいみたいな未来のお話をいろいろいただけるといいなと思っているんですが、はい、メジャーセブンスさんとしてはなんかどういうことをやられてらっしゃるんでしょうか。正直言うと、はい、僕ギタリストでもあるので、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、それで付けたメジャーセブンスってギターのコードの名前なんですけど、はい、そもそもそんな程度で作った会社で志があって作ったわけじゃない、はい、まあ誤解を恐れず言うと、大和証券を辞めるとアナウンスした時にですね、すぐにいろんな方が辞めるんだったらちょっと手伝ってくれないかというような話を多数いただきまして、自分も60歳になったら学院の定年になるんだけど、本当に自分は辞めるのかしらっていうような、辞める気がないつもりではやってきたんですけどね、それぐらい思い入れ込めてやってたんですけど、実際やっぱり学院辞めることになって、ああやっぱりそうなんだと、いろいろなことをただ漠然と考えてたんですけど、どうやってその後ね、自分は人生をっていうこともまああったと思うんですけど、ありがたいことにそういう形で手伝ってほしいと、でそれが結構な数来たもんですから、いろんな人に相談してあり、いろんな仲間がやってるのを見たらね、こういう形で会社作って、そこであのその受けて、そういう形で会社、まあ、経営という言い方ちょっとおこがましいですけど、そういう形でできた会社です。ただ結果的に僕は大和証券の丸尾でやってることで、やってることはまあ全く変わらずです。変わんないというよりはもっと自分のやりたいことに近づいた。なぜならば、大和証券の専務で、あるいはまあ執行役員で部長で、例えば大和証券のために働かなきゃいけないですよね。ところが大和証券の僕は利益だけを考えると、お客さんのために心底をやった結果、大和証券でそれを主幹事で証券でやってもらったり、M&A をやっていただいたり、あるいはファイナンスの主幹事を大和証券でご拝命いただいてやるということに心血注いできたと。言い方悪いですけど、本当はお会社さんの方で見ると、大和証券と全て取引するっていうわけにもいかないし、ただそこに矛盾がありますよね。だからどうしてもこの会社は大和証券主管理で上場したいと思って一生懸命営業してたんですけど、そうでないところもある。しかし今はさっき言ったみたいにお客さんのために赤字上場したいと言った時に、自分も初のことをやりたいって思った思いもあったんですけど、結果的にお客さんのために一生懸命証券会社のそういう組織を使ってやることが一つの大きな流れを作ったとも思ってますし、そういう形で大和証券としてやるべきことでやってきたんですけど、今はまあそんな大きなことはまあできないんですけども、私の場合はキャリア的にさっき言ったみたいに、大企業をもう20何年、その大阪も東京も大企業の人たちと付き合っている、一方合わせてですけど、スタートアップの人たちも付き合って、その人たちは3年とか5年で上場してまた大企業の、上場企業のに入っていく。だから自分の場合はその両方とも知っているということがあるので、スタートアップが業態を伸ばしたいときに、ビジネス的になんとかこの携帯キャリアの人と会えないかというような相談を受けると、僕はマッチングできますよね。
あるいは大企業のところが新しく CVC を作ると、その時にどっかそういうなんかいい企業知らないの、うん、といった時はご紹介もできる、うん、まあ、そういう意味では両方とものマッチングができるのは自分のキャリアのいいところですね。これからもその方向性をよりまあ拡張していくみたいな取り組みになっていくんですね。そうですね。まずはだから先ほども申し上げたように志を持って作ってる会社ではないので、うん、メジャーセブンスというのは主にまあアドバイザー業なんですけど、はいはい、常にやってることとしてはお客様とこう付き合ってる中で、うん、そのお客様がやってほしいことを一生懸命手伝う、うん、大証券の時に手数料とかフィーをいただいてた代わりに、うん、今私は顧問料とかアドバイザー料をいただいてるっていう、はいはい、だからそのお客様のために一生懸命それをやると、資金調達したいんですって言ったら、うん、じゃあ VC のような方を おつなぎしてね、はい、まあ、でもそれも僕がつないだから絶対決まるもんじゃないじゃないですか、うんうんうん、そこはやっぱり投資の世界ですから、はい、ただそういうきっかけっていうのはどん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 やっていけますよね。ちなみに今足元だと何社いらっしゃるんですか。数十社やらせていただいていますけど、それもどちらかというと一生懸命営業してねやったわけじゃなくて、まあ、いろんな人とのお付き合いの中で、じゃあちょっとお手伝いさせていただけますかねっていう感じで増えてきたっていうことですね。おそらく起業家の方とか事業会社の方が丸尾さんとそういうご相談関係作りたいみたいな方、周りの人は見ていただいているような起業家の方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、最終的にその全てを引き受けできるわけではなかなかないとは思うんですね。なんか決めていらっしゃる決め手であったりとか、こういう人はご一緒知ってるなみたいなのが変わられるんですか。スタートアップ投資 TV、 ここからはスタートアップの成長に必要な人材と投資家をつなぐゲートとして、スタートアップ企業さんと事業会社さんの両面をサポートするソーシングブラザーズさんの提供でお送りいたします。最終的にその全てを引き受けできるわけではなかなかないとは思うんですね。なんか決めていらっしゃる決め手であったりとか、こういう人はご一緒してるなみたいなのが変わられるんですか。この人はしない、この人はするのは特にないですけどね。どんなことを望んでいらっしゃるかということはちゃんと聞いた上で、僕の場合はざっくり聞いて、まあ、一番コンフリクトがあっては受けれませんので、まあ、そこのチェックをしっかりさせていただいた上でですけど、お役に立てそうだなって思ったらどんどん引き受けてきました、うん、こうなるとちょっと数が増えてきたんで、ここからはさすがに本当に物理的にもお受けできないっていうところはどっかで来るかとは思うんですけど、まあ、やれる範囲の間はやっていこう、うん、実際お役に立てると思うんですよ、はいはいはい、そういう意味ではすごくやりがいあります、うん、喜んでいただける。だから大和証券とやってることは一緒で、うん、大企業の人たちとお付き合いする、スタートアップの人たちとお付き合いする、うん、だからその人たちでいろいろこうやってほしいことがあるし、いろんな若い人たちがやってるサービスを大企業にご紹介して、はいはい、いいサービスだねって言っていただいたこともありますし、うん、全部が全部そうじゃないかもしれないですけど、僕はあくまでそういう方橋渡しというかマッチングを一生懸命、うん、まあ、まずはやるという感じですかね。ただこれをずっとやりたいわけではもともとないので、はい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 、ただお客様のためにやるということに加えて、まあ、どっかで自分もこの企業はっていうところに出会って、そこにがっつり入って、やっぱ自分でもやっぱ上場したいかもしれないですね。だから自分で一からエンジニア雇って IT 企業をやるっていうのはできないかもしれないですけど、はい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 、やっぱりそういう志のある方とのまあ運命的な出会いがあり、それで一緒に自分もこの投資をしてやるとか、そういうその触りの部分がいろんなところへの出資を少しずつですけど本当に始めてるっていうことかもしれないですね。ちなみに今なかなか難しいかもしれないんですけど、見ていただいてる方とかで相談したいなって思ったら、やっぱどうにかして誰かしらにご紹介を丸尾さんいただいていくっていうのが一番なんか丸尾さんと接点持つには早いんですかね。今時は SNS もあるし、自分もこの人すごいなとかって、あのテレビで見て起業家の紹介番組とかでね行きますよ自分で、読んで見て感動しましたとお話しさせてくださいっていうのを言ったりします。それと同じようにだから、まあ、全然ウェルカム、来ていただいたらいいですけど、まあまあいわゆるセールス的なのもあるから、はいはいはい、そこら辺のところは精査させていただくとしまして、はい、そんなに特にはないです、はい、僕知ってる人は分かってると思いますけどね。ありがとうございます。ではですね、まあ、丸尾さん の Facebook の URL を動画の概要欄に掲載させていただきますので、自分たち自身で丸尾さんの力を借りて、まあ、こういうことをやっていきたいんだみたいな、まあ、大きいビジョンとかミッションを貼られる方はぜひコミュニケーションのきっかけにもしていただければなと思いますので、そちらの方からご連絡いただければなと思っております。ただ今相当な方が相談に来ていただいているので、本当に時間が許す限りということで
もちろんです。そんな中お時間を今日はいただきまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さんもですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったなと思ったらチャンネル登録をいただいて、また次回の番組を見逃さないようにしていただければと思っております。それでは次回もお会いしましょう。さようなら。スタートアップ同士 TV、 視聴者の皆さんで資金調達に関する相談をしたい、もしくはスタートアップ企業へ出資協業をしたいという方は、動画概要欄から LINE 公式アカウントに登録いただくと、日程調整情報やその他限定情報も配信していますので、ぜひそちらからご相談ください。